どうも、小瀬です。今日はこのマーブルリキッドというものをいただいたので、これを使ってアートしていきたいと思います。マーブルリキッドはパラドゥさんのネイルイベントに参加した時にいただいたものです。パラドゥの新色でこんなアート作りました。いろいろ学べてすごくためになりました。ウォーターリキッドとかインクリキッド、マーブルリキッド、そんな名前で売られてるみたいです。こちらのネイルではこの辺に使ってるんですけど、そう、マニキュアでも使えるんですよね。で、今回初めてジェルで使ってみました。地爪の場合はベースコートを塗ってから作業してください。ではスタート。まずベースになる色を作っていきます。キャンドゥのアーモンドグリーン、この色だけだとちょっと暗いので、キャンドゥのクローバーを混ぜて薄くします。だいたい1対1の割合で。ちょっとまだ濃い色かなと思ったんですけど、塗ってみるとね、結構薄くいい感じになりました。昭和風に言うと若草色、令和風に言うとミントグリーンかな。ミントではないか。キャンドゥのクローバーを使ってニュアンスアートに挑戦したいと思います。そう、挑戦、私苦手なんですよね、ニュアンスアート。こんな風に斜めにペペペって置いて、粘度の低いセリアのトップコートを使いました。これでぼかしていく。うまくぼかせるかな。ついつい触りすぎちゃうんですよね、ニュアンスアート。今回もはい、触りすぎということで、クローバーつけたし、トップコートでちょっと触る。ちょっとだけよ。未硬化ジェルがあったらマーブルリキッドうまくできないのかなと思って、未硬化ジェルを拭き取りました。そしてマーブルリキッドを使います。これ顔料が下に溜まりやすいので、こんな感じ溜まってますね。この白いの顔料です。使用する前によく振っておきます。そしてクローバーでだいたい斜めに描いたところにちょちょっと置いていきます。恐る恐る少量だけのせていってるので、あまり劇的変化はないけど、まあこれがニュアンスよね。私的にはいい感じに白くできたかなと思うんですが、ノンワイプトップコートを塗ってみるとですね、マーブルリキッド溶かしてる、ちょっと薄くなった気がするんですが、気のせいでしょうか。気のせいじゃないよね。なのでこのリキッド使うときにはちょっと濃いめに色を置くのがいいのかな。硬化する前に金のホイールをのせていきます。アリエクスプレスのプレート、スタンピング用のマニキュア、片手にスタンパーを用意しておいて、さっとこすってパッと転写、不要な模様は取っていきます。ちょっと細かいところはピンセットで取ってみたよ。はい、ではこれをスタンプしてみます。ちょっと真ん中をずらして押したかったけど、ど真ん中に押してしまった。あともう2ミリ右が良かったかな。でももうこれでいいです。はい、トップコートで仕上げます。もうちょっとニュアンス感出してもよかったかなと思ったんだけれども、まあ好き。人差し指、中指、小指、ボーンプリティのミルキージェリー01塗っていきます。ない場合はセリアのジェリーホワイトで OK。 これがない場合は白とクリアのジェルを混ぜて作ることもできますね。これを1回塗りました。これぐらいの薄い感じが良かったので、では人差し指にスタンプしていきます。ボーンプリティのプレート、100均のマニキュアでスタンプしていきます。プラスチックカードでこすって、さっと転写。爪全体をカバーするようにスタンプ。キャンドゥのホワイト使います。これめちゃめちゃ発色がいいのでね、パレットに少し取って、細い筆で周りに線を描いていきます。これが地爪だときつい作業になりますよね。わかる、わかるよ。でも可愛いね。小指にも同じように周りに線を描いていきます。
次は中指。未硬化ジェルがついたままなので、その上にホイルを置いていきます。真ん中にドーン、左下右上にちょいちょい。ここでホイルジェル使います。最近はホイルジェルでパーツを仮止めするのがマイブーム。シェルを置いていきます。ホイルグルーを使うとこうやって微調整できたりとか、あと垂れてこないっていうのがいいですよね。シェルもう2つ追加。何がしかの透明ジェルで固定します。パーツの上から乗り付け。いつの間にか人差し指、中指、小指とトップコートを塗って仕上げました。薬指作業していきます。冒頭に作ったこのジェルなんだけども、なんか分離してる？もう一度よく混ぜて使います。グリグリグリ。エタノールで未硬化ジェルを拭き取ります。そしてまた使うマーブルリキッド。よく見るとここにジェルって書いてあるんですけど、硬化しなくても揮発します。塗ったらすぐ10秒くらいでパーッと揮発します。キャンドゥのクローバー。なあ、つけすぎた。上のを取って下の方にお裾分け。セリアのノンワイプトップコートでぼかします。混ぜすぎんなよ、私。混ぜすぎんな。硬化する前にまたホイールをちょんちょんとつけました。今度はマットコート塗ってみます。楽天のこのマーブルリキッドのページを見てみると、ファイリングで表面を削るかマットコートを塗ってから使ってくださいっていう感じでした。硬化してマーブルリキッド使います。でも正直白さはあんまり出なかったので、マットコート塗らずに未硬化ジェルを拭き取った上にのせた方が色がよく出ました。リキッドの色によってもこういう色の出方変わってくるんでしょうね。この上にスタンプするんですけど、マットの上だとスタンプがよくできないのでトップコート塗ります。硬化してスタンプ準備 OK。スタンプ用マニキュアでスタンプしていきます。ああ、もうロゴ柄大好き。こうやっていらない模様を取る作業も好き。はい、スタンプポン。トップコート塗って仕上げました。自分の指に乗せていきます。地爪のこのマニキュアの色が干渉するかもしれないけども、このシアなホワイトの感じ伝わりますかね。好き。小屋指輪と申しますとこのような感じです。こうやって見るとなんかいい感じにもやってますね。ご視聴いただきありがとうございました。また次の動画で。ではドロンします。